スタートレック、ボイジャー、スタートレック、ボイジャー、スタートレック、ボイジャー、略称、VGR、または、ボイは、アメリカの SF テレビドラマシリーズ。スタートレックシリーズの4番目の作品。1995年から2001年にかけて、放映された。惑星連邦所属のイントレピット級宇宙艦、USS ボイジャーは、 反連邦組織巻きの追跡調査任務の途中で、謎のテトリオンビームに捕らえられ、地球からおよそ7万5000光年、銀河の正反対側のデルタ宇宙域に一瞬にして移動させられてしまう。ボイジャーを捉えたのは、管理者と呼ばれる生命体とそのアレー型ステーションであったが、管理者は、指揮が迫っていた。ステーションの残存は、近隣のカンパ人を脅かすことを知った。 ジェインウェイ艦長はステーションを破壊することを決意するが、それは全く未知の場所でボイジャーの機関手段をなくすことを意味していた。ボイジャーは同じく捉えられていたマキのメンバーをクルーに迎え、彼らと団結し、宇宙艦隊最新鋭の船であるボイジャーの最高ワープ速度をもってしても70年以上かかる地球までの道のりを行くことになった。目的地が明確に地球であり、一完結で、 未知のの領域の道中に数々の異星人文明や宇宙現象と出会っていくロードムービー的な SF 冒険ドラマである。道中での未知の種族との出会いや危険な領域を相手通らざるを得ない場面に様々なドラマが生まれた。スタートレック、ボイジャーはカーク船長の初代シリーズ宇宙大作戦の精神を最も受け継いでいるといえ、初の女性艦長、新スタートレックや で取り沙汰されていた半連邦組織機、人気のある敵種族、防具集合体、ピカード艦長を悩ませていた、旧連続体などが深く掘り下げられて描かれているため、スタートレック世界の集大成的なシリーズとして人気が高い。一方、過去シリーズ、時には同シリーズ内のエピソードとの整合性が取れていない、傾向がシーズン中盤以降見られるようになり、新スタートレックや、 特に、スタートレック、ディープスペース9と比較すると、シナリオやキャラクター描写の荒さ、偏り等が目立つ。ジェリー・テイラーやマイケル・ピラーの離脱、ロナルド・ディ・ムーアの不参加等で、制作陣が硬直化していったことが原因の一つと思われる。第2シリーズ、新スタートレックや第3シリーズ、スタートレック、ディープスペース9と時代設定が同一。 24世紀であり、新スタートレック、スタートレック、ディープスペースナインと関連した登場人物、事件が描かれている。また、スタートレック、ディープスペースナインとは、ドラマの放映期間も大きく重なっている。なお、日本での放映前の企画段階で、当初放題は、スタートレック、ボイヤーであったが、当時代ヒットした新世紀。 バンゲリオンにあやかってスター・トレック・ボイジャーなったという戦いさがあるスター・トレック・ボイジャーシリーズは歴代のスター・トレックシリーズで好評だったタイムトラベルのエピソード宇宙大作戦の危険な過去への旅映画4作目「スター・トレック4故郷への長い道」などが多く第4話「24時間の過去から早々にタイムトラベル」のエピソードが登場するその他 第50話、29世紀からの警告。第63話、九歳のケス、第101話、過去を救いに来た男。第143話、帰ってきた、ケス、第76話、時空侵略戦争。第157話、対決する時空。171話、道は、生運の彼方へなど。またタイムトラベルで考慮すべき問題として、ある時間軸の歴史を変えたら、 それより未来に変化をもたらさないかというタイムパラドックスの問題がある。これまでスタートレックでは未来も変わる、未来は変わらないを都合よく使い分けてきたが円滑な説得力のために29世紀からの警告からは時間パトロール委員会という組織が登場し29世紀惑星連邦の時間間が過去のタイムパラドックスを修正しているという設定が追加された。 時間パトロール委員会は、ジェインウェイ艦長とボイジャーの歴史改編の辻褄合わせには、くさせられたと語っている。また、の、スタートレック30周年記念エピソードである、第104話、伝説の時空へもタイムトラベルの話で、宇宙大作戦の新種、クアドトリティケールと話がリンクしている、時間調査家が出演している。スタートレック、ボイジャーシリーズでは、 新スタートレックシリーズでピカード艦長の悩みの種であった9連続体を深く掘り下げたエピソードも多い。対して、スタートレックディープスペース9シリーズでは9は1回しか登場していない。第34話、91、92では9連続体を地球人にもわかりやすくアレンジされた姿で紹介され、続く第53話、レディ Q、第165話、 断絶する球では、球連続体の変化が描かれている。デルタ宇宙域は、宇宙で最も危険な種族、防具集合体の本拠地とされ、第3シーズン第58話、消えた村の謎で、防具ドローンの死体を発見して、以降、頻繁に、防具と関わるようになる。1995年1月16日から2001年5月23日放映、本国での放映。 全7シーズン172話。日本では関西テレビ及び独立 UHF 局などで放映された。階級は第1シーズンのもの特筆すべき有名人としてはトレッキーであるヨルダンのアブドゥッターニセ洋次。当時がエキストラとして出演した。テレビシリーズのノベライズ作品のほか、独自ストーリーの作品も書かれている。翻訳版は 角川スニーカー文庫より5冊発行。翻訳は全て山口智子。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。